トーストに塗られたベジマイトベジマイトはオーストラリアで生産されている発酵食品である。第一次世界大戦の影響でイギリスからのマーマイトの輸入が途絶えていた1923年にフレッド・ウォーカーの経営する企業の食品技術者であったシリル・パーシー・キャリスターによって開発された。商品名は賞金付きで公募され、ウォーカーの娘シーラによって無作為に選ばれた。 商標権は、クラフトフーズを2012年に買収した、モンデリーズインターナショナルが保有していたが、2017年1月に、オーストラリアの乳製品メーカーのベガチーズが4億6000万、オーストラリアドルで買収した。ベジマイとは、イースト菌抽出物や塩を原料に作られている。これは、ビール醸造の複製生物であり、バク芽抽出物を含む、栄養面では、 チアミン・リボフラビン・ナイアシン、葉酸などのビタミン B 群に富んでいる。アジア製法はマーマイトに告示しており、マーマイトをもじったパーウィルという商品名を使用していた時期もある。栄養価の高さから第二次世界大戦の際に軍の蛍光色として採用され、現在の国防軍も同様に利用している。ベジマイトはビクトリア州メルボルン近郊の工場で、 製造されており、オーストラリアを中心に年間2300万個が販売されている。ベジマイトチージーバイトとベジマイトベジマイトは塩辛く、エビオス状などの酵母製剤に似た香りがある。そのため、その強烈な味を和らげるためにバターやチーズと一緒にパンに塗られることが多い。オーストラリアではベジマイトにチーズが入ったチージーバイトも発売されている。 また、チージーマイトスクロールあるいは、チェダーマイトスクロールという、チーズとベジマイトを巻き込んだ渦巻き状のペストリーも、販売されている。離乳食としても使用され、1歳くらいから食べ始める。ベジマイトは、We are Happy Little v e g e m i t e s という名の覚えやすい歌を、歌う、魅力的で健康的な笑顔の子供たちを使った1940年代の、反則キャンペーンによって確立された。実際、 今でも多くのオーストラリア人が、そのような子供たちを表すのに、ハッピーリトルベジェマイトというフレーズを使っている。オーストラリアのロックグループ、メンアットワークによるダウンアンダーの歌詞で言及された際に、多くのオーストラリア以外の人々もベジマイトのことを知るようになった。1956年のメルボルンオリンピックの時にも、テレビ CM で流された。 1980年代初頭のこの世界的ヒット曲はオーストラリアがアメリカスカップで優勝した際に非公式の国歌として使われた。ありがとうございます。